六角棒スパナのセットボールポイント六角棒スパナの斜め仕様、トルクス用 L ハンドルレンチキャップスクリュー六角棒スパナは、正六角形の穴を持つ六角、穴付きボルトや六角、穴付き留めネジを固定、または緩めるための工具。主に自転車、家具の金属部分、機械設備などに使用する工具。六角棒レンチ、六角レンチ、ヘキサゴンレンチ、メカニックの現場では、 ヘックスとも呼ばれる。なお、ソケットの先端に六角棒スパナが設けられ、ラチェットハンドルなどと組み合わせて使用するものは、六角ビットソケットなどと呼ばれ区別されている。キャップスクリューは現在多くの工業製品に使われているが、構成部品の締結に極めて多くの割合で、用いられている自転車業界では六角棒スパナを、アーレンキー、またはアレンキー、 アレン電池という名称で呼んでいる。アメリカの工具メーカー、アレンマニファクチャリングカンパニーが1910年にこの工具を発明したことに由来している。アレン電池は1943年にコネチカットのハートフォードにあるアレンマニファクチャリングカンパニー社の商標になっている。日本工業規格では、ジスビー百四十八六角棒スパナヘキサゴンソケットスクリューキーズとして、 企画化されている。六角防スパナは、従来主流であった四角ボルトが衣服などに、引っかかり作業者を危険にさらすことを改善するために、作り出した安全ボルトを回すための専用工具であり、外形が円形のボルトを作れることに特徴がある。その他差し込んだ時に、レンチとボルトの接触面積が大きい上、プラスおよびマイナスドライバーとは異なり、ぴったり対応したサイズしか使用できないため、 ボルトが壊れにくい。ドライバーの場合、ネジ穴を壊さないためには、ネジの垂直方向斜めに、ベクトルの力を加える必要があるが、六角棒スパナの場合は、回転方向のみに力をかけるだけで良い。六角穴の大変複で、サイズが決められており、ミリサイズとインチサイズがある。材質は、クロムバナジウム鋼、クロムモリブデンが、全体熱処理され43から53。 HRC と高くしてある。これは六角棒の曲がり部の強度を得るためである。近年では、この曲がり部のシナリオをなくするために、丸棒形状として、先端部を削り出して、六角としている製品も現れている。その他に先端が、マグネット機能符やカラーメッキをして、サイズをわかりやすく色分けするなど、各社工夫を凝らしている。また表面は黒染め、ニッケルメッキ。 クロムメッキなどの処理がされている。サビに強いマルテンサイト系ステンレス性もある。PB スイスツールズの製品は、高質クロムメッキが施され、棒錆だけでなく、表面高度も格段に高くなっている。携帯用のコンパクトな製品以外は、大抵長辺と短辺からなる L 字型をしている。ボルトをしっかり固定したり、固く締まったボルトを緩めるときなど、 大きな力が必要な時は短辺をボルトに六角穴の底まで完全に差し込み長辺を持って回す深さ途中までの差し込みはスパナの斜め掛けと同じクレンチが外れたり六角穴の角を潰すことになる逆に力はそれほど必要なく早回し作業をしたい場合には長辺を差し込んでドライバーのように素早く回すレンチの長手寸法は実規格で決められているが 予備後以上のサイズについては、長辺側のスパナ長さでは、ボルトの必要締め付けトルクを得られないので、パイプを補助具として、レンチの根元まで差し込んで使用する。レンチの各部が摩耗により潰れてきた時には、潰れた部分を角のある部分まで研磨すれば、新品として使用できる。ただし、研磨時に、レンチの焼きが戻らないように熱くなりすぎないよう注意を、すること。製品の一部には、 上の写真のように長辺の先端がボールポイントと呼ばれる丸い形状のものがある。これはボルトに対してレンチをまっすぐな角度で差し込むことができない場合に斜めに差し込んだ状態での作業を可能にする工夫である。 ただし接触面が少ないため強いトルクをかけると先端が破損する恐れがあるので注意が必要である。トルクスボルトには専用のトルクス用のエルハンドルレンチを使用するボールポイント六角レンチは1964年にアメリカのボンダス社ジョンボンダスの発明で考案。特許が取得され1967年より販売されている。当初はそれなりの値段で販売されていたが、その後、 パテント期限が切れ、現在では100円ショップでも組で購入可能である。ありがとうございます。